半年前から寝られず気持ちの浮き沈みが激しくなり、えー、時間や、えー、場所など関係なく突然大号泣した自分の好きな趣味や仕事でさえ気力が湧かない状態が続いています。どうしてもいいかわからず、精神科と心療内科のどちらを受診してよいかもわかりません。アドバイスいただけたらありがたいです。と。まあ、うつが疑われるっていうことですね。うつ状態、うつ病が疑われるという状態ですけれども、えー、精神科と心療内科はどちらを受診してよいかっていうことですけど、これはですね、どちらを受診しても構いません。 はいえー、っと基本はまあ精神科でいいと思いますけど、心療内科っていうのはですね、まあ、大体精神科であることが多いですね、僕もあの精神科、心療内科って標榜してますから、<laughs> 精神科って書くと、ちょっとね、印象がぎょっとしちゃうとかあの、イメージがね、怖いので、心療内科と歌ってるところも結構多かったりするので、まああの、どちらでも構わないっていうのは、あの実際のところですね。 正確に言うと心療内科っていうのは内科の一分野なのでちょっと違うんですけど、でもまあ、あの、現代的には、現代的にはっていうか実臨症では、あの、一緒です。はい。なので、どちらでも良いというのが答えとなります。はい。